マリアンネ・フォン・ベレフキンは、ロシア生まれの画家である、トゥーラで生まれた。父親は、クリミア戦争などで多くの功績を挙げた将軍のウラジミール・ベレフキンである。1862年に、父親が、現在のベラルーシのビーツェプスクの軍政官に、任じられて、家族とビーツェプスクに移った。1868年から1878年の間は、 現在のリトアニアのビリニュースで暮らし、ビリニュースの女学校で教育を受けた。1879年に、現在のポーランドのルブリンに家族と移り、1883年に、モスクワに出て、モスクワ絵画、彫刻、建築学校の教授、イラリオン・プリアニシニコフから、個人教授を受けた。バシーリー・ポレーノフからも、生物画を学んだ。1885年に、 母親が亡くなった後、父親とサンクトペテルブルクに移り、サンクトペテルブルクで、ロシアリアリズム美術の画家、イリア・レーピンと出会い、彼の指導を受けることになった。1888年に寮に参加した時、自らの右手を誤って打つという事故を起こした。後遺症のため、絵筆を中指と薬指で持つ訓練して、絵の修行を続け、硬化さすなどを、写生旅行した。 1891年にその後活動を共にするアレクセイ・フォン・ヤウレンスキーと出会いイリア・レイピンに勧められてヤウレンスキーを教えることになる。1892年に第20回の移動派の展覧会に出展した。レイピンはベレフキンをロシアのレンブラントであると称賛した。1896年に父親が亡くなった後ベレフキンは ヤウレンスキーと使用人を伴って、当時の新しい美術の中心地のミュンヘンに移った。その後の数年間は、ベレフキンは自ら作品を描かなかった。1897年には、ヤウレンスキー、イーゴリ・グラーバリ、アントン・アズベ、ドミトリ・カルドフスキーといった画家たちとベネツヤに旅した。1905年から作品制作を再開し、1905年には、 フランツフォンデンバッハやフランツフォンシュトックといったドイツの有名な画家とも知り合った。1906年の夏はヤウレンスキーとバシリー・カンディンスキー、ガブリエレ・ミュンターと共にバイエルンの田舎町ムルナウで過ごした。ベルリン分離派の展覧会やサンクトペテルブルクの展覧会に出展した。1909年3月にカンディンスキー、ヤウレンスキー、アレクサンデル・カナルトラと ミュンヘン新芸術家協会の創立メンバーとなり、ミュンヘンでグループ展を開いた。この頃、日本美術や木版に興味を持った。1910年にロシアで展示会を開き、1911年にヤウレンスキーとパリを訪れ、パリではアンリ・マチスと会った。1912年にはカンディンスキーらのグループ、青騎士のベルリンの展覧会に出展した。 1912年の末に、ヤウレンスキーとベレフキンは、ミュンヘンシン芸術家協会を大会した。第一次世界大戦が始まると、スイスに移った。1919年から、スイスのアスコナに住み、1921年に、ヤウレンスキーと別れた。1917年に、エルンスト・フリック、ワルター・ヘルビック、アルベルト・コーラー、ゴードン・マレット・マックーシュ、 オットーニーマイヤー・ホルスタイン、オットーバン・リース、リチャード・シー・ウォルドと美術家、グループ、デアグローセ・ BR を結成した。ありがとうございます。